さんこんにちは、しろこチャンネル12です。 GGG チャンネルのお味噌汁です。というわけで本日もですね、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、はい、先日開始されました新イベントについて今日は実況していきたいと思いますが、その名もタイトルニーヤオートマタです。イエーイ。こちらは今年スクエアニックスさんから発売されたタイトルでございまして、すごい話題で、すごい人気で、めっちゃファンが多いこちらのゲームと、今回ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスがコラボしております。というわけで開発端末で今日はみそちゃんが紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、まずはイベントから紹介していきたいと思います、うん、ニーヤオートマタのレイドイベントが2月21日より開催しております。そしてこんな感じの超大型機械生命体破壊指令ということで、うん、もう原作に沿ったね、うん、かなり音楽もね、うん、特徴的な音楽で、うん、もうファンの方はね最高っていう声がすごさ、ね、雰囲気もめっちゃいいよね。そうなの、世界観がすごいんだよね、うん、めっちゃ出てますね、この雰囲気がね、ニーヤちゃんのね、うん、こちらの音楽がね、うん、かなりいいですよね。いいですね。しかもなんかこの敵がニーヤオートマタを始めて割と序盤に出てくる敵だそうですので、うん、なんか今から始める方もねこいつに出会える。そうですよ、うん、1日でっていうかもう30分ぐらいで、ね、30分ぐらいで出会えるっていう噂でしたね。はい、はい、なのでぜひ皆さんやってほしいですね、うん、ではちょっといきますよ。全力で言ったまたですね、うん、あーいけた16いけた16点。はい、というわけでですね、こちらのレシピが達成状況でいっぱい手に入るんですけど、この黒の制約とかがかなり強い刀、なるほど105、うん、でかつそのね、黒の制約っていうアビリティが使えるパッシブアビリティがついておりましてですね、はい、こちらが HP が、うん、一定を切った時に、うん、バフがかかると自分に、はい、まあ、ピンチをチャンスに変えるスキルがついているという105の刀なんですけど、ちょっと素材が難しいんですよね。なんですけど金になる素材が必要になっていて、 それがこのレイドの達成状況で手に入るんですけれども、このタクポットとかの後ろにあるブラックボックスをゲットしないといけないってことですね、はい、まあ、トラストマグリを狙ってる方は自然と取れると思うので、うん、そうですね、ぜひぜひね、皆さん今からやれば間に合うと思うので、うん、ぜひ回してみてください。そうですね、このブラックボックスぐらいまでがね、まあまあまあ超目標にね頑張ってほしいなと思いますね。はい、はい、というわけでまずはレイド召喚から出るアダムさんから紹介していきたいと思います、はい、マシンキラーはさることながら、こちらのバレットウェーブ、自分へのダメージを1ターン軽減プラス次のターン敵全体にダメージ。いやさ、これすごいよね。だってさ、自分もジョブ機械じゃん、うん、でマシンキラー持ってるんだよ、うん、すごいね。刀避ける等で物理攻撃を1回回避する効果とか、うん、あと自分に物理攻撃を受けると反撃する効果など、まあ、自分が何かされたら仕返すっていうのがたくさん備わっている子ですね、うんうん、でちょっとじゃあリミットバースト見ていきますよ、はい、ほい消えた。え、かっこいいよね、結構フィジカル派なんだ ね、レア召喚から出る2-1-0さん紹介していきたいと思います。オペレーターですね。オペレーターさんですね。夜派舞台、はい、はい、では、まずはですね、味方全体に HP をランダム回復、うん、ランダム回復、はい、ランダム回復、味方全体だけど値がランダムってことですかね、はい、結構巨人消費 MP も多めなので、なんかマックスだったら結構回復しそうな、ね、イメージですよね、はい、うん、キアルガより行くんじゃないかって思っちゃいますけどね、はい、そして、まあ、味方にバフをかけたり、はい、まあ、データ解析、本当だ、情報を見る、はい、で耐性ダウン、はい、新しいですよね、新しいですね、はい、そして、まあ、レーザーで攻撃したりとか、うん、回避があったりとかね、でこいですね、はい、うん、何でもかんでもの便利屋さんかなと思います、うん、はい、ではリミットバーストいきます、はい、はい、なにこれすげーガガ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 、まあ、皆さんお待ちかねの 9S さんご紹介していきたいと思います。46キャラですね、はい、まずはデバフに豊富ですね、うん、デバフが豊富、うん、かなりねその耐性もダウンできるし、うん、ステータスも下げることができます、うん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 、なるほど、しかもこの消費 MP からすると結構下がるんじゃないかっていう期待値が高いですね、そうなんですよ、はいはい、でその後は、こんな感じでストップ、これアリーナでいたら辛いよね、敵全体に確立する麻痺ストップ、バランスハックですね、
本当だ、バランスハック、やばいよね。ビューハックで敵全体に確率で暗闇混乱病気、やだね、病気も嫌ですね、混乱も嫌だよね、混乱も嫌ですね、一番嫌な、そしてスプレッドシールド、はい、味方全体のダメージを3ターン軽減、ナイスって軽減、これかなり軽減しますね、はい。そして、まあ、このニアオートマタ、特殊的なね、まあ、そのいろんなキャラが使えるこの自爆、自爆ですね、9S、こちらは自分の HP を消費し敵全体にダメージということで、これ、無属性のダメージがね入りますので、その持ってる、ね、武器のやつで大ダメージがドーンっていくってことですね、ダーンって感じですね、なるほどなるほど、はい、では 9S さんのこのリミットバーストがですね、図鑑からだとエフェクトが乗らず、 9S さんの良さをお伝えできないので、そうですね、実際のバトルに来てみました、はい、では見ていきましょう。ハッキング、めっちゃかっこいいね、何これ、やばハッキングコンプリートした、かっこいいかな、めっちゃかっこいい、ツービーさんもともと二刀流をね備えております、片手用武器を2つ装備、はい、でこのスピードがですね、敵一体にダメージプラス次のターンスピードアタックに変化ということなんですけど、このスピードアタックの倍率がかなり高い、なるほど、めっちゃ強いんですね、そうなんですよ、かつ多段でチェーンもつなげやすい、なるほど、ということでめちゃくちゃ強いことになっております、そして、アボイドで自分に物理攻撃を2回回避する効果を付与や、物理攻撃を受けると確率で反撃する攻撃効果を付与、一旦アバイドアタックが使用可能ってこと、なんかこうねどんどん良くなっていくやつですね、なるほどですね、上位互換上位互換ですね、ピーアボイドアタックっていうのも見てみたいですね、はい、はい、紹介していきましょう。ホットチャージ、はい、こちらもどんどん覚醒していくものなので、後ほど見ていきたいと思います、はい、そしてこんな感じですね、機械系への攻撃ができたりとか、敵全体にダメージがね結構大きめのやつができたりとかするんですが、やはり自爆 2B ですね、自爆 2B、 これもロマン砲もロマン砲もロマン砲ですね、かつ、まあ、その 2B さんもともとですね、なんと攻撃力が 80% 上がってるんですよ。 80% ってすごいくないですか、 30% と 50% ガチムチじゃないですか。そうなんですよ、魔法攻撃も回避してくれるので、はい、例えばグラシアールさんとかにも有用ですね。バードキラーは持ってないんですけど、まあ、こんだけ攻撃力高かったらですよ、バードキラーを積めばいいですからね、はい、レシピで作れますからね。そうですよ、で刀があればホエマルも作れるし、体験持てるからクリムゾンソードセーバークリムゾンセーバー、間違えてた、クリムゾンセーバーも作れますね、はい、はい、では、リミットバースト見ていきましょう、はい、ドン、超かっこいいね、かっこいいでしょ、別のゲームになってたでしょ、別のゲームだよね、別のゲームになってるなんかね、ホットチャージとかそういうのみたいだよね、アボイドいきますよ、まずアボイド、アボイドが、はい、避ける、なんだっけ、避けたり反撃したりってところですね、ちょっと待ってね、めっちゃ避けましたね、ミスりましたね、はい、2回回避する効果を付与と、なるほどなるほど、反撃する、効果を付与と、アボイドアタックが使用可能ということで、結構ミスミスミスって言ってましたからね、いや今反撃してるわ、反撃してる反撃してる反撃してる、頑張りすぎ、いなくなっちゃういなくなっちゃういなくなっちゃうあんまり反撃しないねみたいなねレベルですね、はい、とアボイドアタックいきますよ、おーめっちゃ強そう、60じゃん、はい、でからのスピードアタックを流れで使えるんだ、うん、めっちゃかっこいいですね、よいしょ、強っ、あー二刀流の強さですね、これ、はい、ポッドチャージ見ていきましょう、こちらはですね、この R040 ブレードと R050 スピアと R150 ボルトがですね、チャージブレード、チャージスピア、チャージボルト、まあ、この3つが全部チャージにね変換すると、変換する、かつ自分にですねこんな感じでリレーズ機能、リレーズをかけることができます、はい、すごいですね、どんな技かちょっと見に行きましょう、はい、はい、こんな感じでチャージブレードは敵全体に3回ダメージ、そしてチャージスピアは、物理攻撃時機械へのダメージをアップする効果を付与、そしてチャージボルトは、雷属性耐性をダウンさせて自分の物理攻撃に雷属性を付与ということで、なんてこった、すごいよね、ここまで、うん、こいつ無属性
星最強じゃんと思わせておいて雷属性を使えると、まあ、機械はね基本的に雷弱いみたいな設定ですからね。そうなんですよ、はい、なんでその、ね、機械に対して最強マンが出来上がるということですね。なるほどですね、はい、こんな感じでアイガヨンとかそうですね、はい、2回目はね、めっちゃ強い。そっか、そうなんですよ、1回目でダウンして付与して2回目で出てた、うん、すごっ強っ。皆さんの気になっているところを見に行きたいと思います、はい、まずは 9S のトラストマスターので使えるようになるこの R020 ミラージュ、こちらのチェインがつながりやすいということと自爆のダメージが強いということを考慮し、こちらをチェインし最大ダメージを出すチャレンジをしたいと思います。しかもこれはニアオートマタコラボのキャラクターですね。はい、はい、どんなキャラでもいけますからね。そうですね。で、このお二人はもちろん二刀流は装備しておりません、うん、でこの子も単発です、うん、じゃあこれでまずはミラージュの R020 のミラージュのチェインを見ていきたいと思います。はい、こんな感じで15チェイン、はい、でこちらは、ノーザライツを持たせているので、エレチェがね、はい、しているのでエレチェはね、まあ、10以降はいい感じの倍率が乗るので、なるほど、ね、ここにブッと自爆をいきたいと思います、はい、ちょっと自爆のダメージ見に行きますか。はい、ほい、こんな感じで痛い。18万、強い。18万、うん、10万と18万だから単純に28だと思います。思いますね。ではですね、こちらのチェーンをつなげてフィニッシュしたいと思います。はい、行きます。これで16人きた、71万、ちゃんとね16人パッといけたと思います。すごー。自爆もミラージュも敵全体全体にこの攻撃ができるんだ、やばいですね。全体にこの71万が入るということは、まあ、たくさんいてもボコボコにできるということですよ、うん、はい、というわけでニアオーとまたコラボなんですけども、イベントでいろいろ装備がゲットできたり、今回召喚でキャラもゲットできたりするので、うん、ぜひぜひ挑戦してみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターは詳細欄にリンクがありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。配信や動画の更新通知が届きますので、ぜひ下の赤いボタンをタップまたクリックですよ。